とね、ちょっと現実逃避で飯行こうと思って。これ超分かれ道。あ！これ何だろう。これこうつけようかな。タイヤじゃないんだから。ここつける？ここに。ここに。ランプルみたい。あ、ランプルみたい。ああ。ああ。これもいい。濡れていいんだよ、これは。そういうもんなんだから。あれ、俺のコーラこれか？風に煽られてこんなとこ行っとんな、これ。俺、考えやすいから。俺、考えやすいから。今日も作るの作らないのねえ聞いてるよどっちなのスルスルスライスクッカーサータービルダーズこれをどうしようかってこのグリル、これを取りたいのよ。エンブレムをだから何の車かもわけわからないようにしたいから、記念にとってこっちの方が良くない？うん、ない方がいいね。最終的に絶対ない方がいいし、うん、よし、うわーかっこいいな、でもこれでもうわーい、なんかガンダムのあいつみたいじゃないですか、うちがそうっすね。この辺だけ光るモビルスーツ、もう聞いてないんですよ。次に行っちゃってるから、次も君がデザインしてあげる。この横に貼るこのイメージ DGBB フィッシャーマンズカンパニーDGBB どういう意味の？ドンゲバビーです、これ。あのドンゲバビーの頭文字。せめて殴ってください。それが一番きついです。すごい、この色かわいい。なんか見て、これ。こんな色のガムあったら食う。あ、すごい。あ、なるほど。こっちに混ぜて、あのバーテンダー、アメリカのガムになります。うまくなさそう。やすりかけよう。あらあらあら。うわあ。悪魔の血でございます。うまくなさそう、やっぱ。水色って感じですね。ああ。ちょっと。いよいよ今のはよくわかんねえから、なんつったこいつ。いよいよよくわかんねえみたいなこと。あ、これドラえもんになっちゃうよ、終わったら。これが竹井です。だんだん味しゅんできたやつ、ね、そうですね。噛めば噛むほど竹井出てくるからね。買った時味ないからね、俺のガム。だいぶようやくボビーも笑い出した。そうですね。買った時味ないからね、俺のガム。お前これ俺が手つかんようにちゃんと持ってきたよ、これ手袋。あざ。こっちだろ。いや、ちょっと待って。1枚250円。250円。払える額言ってるよ。売ってるよ、手袋落ちてきた。はい、250円。逃げ道じゃない、250円ね。これ500円も多かったよ。そうですね。そんなのこうやって生きてます。ちっちゃい。武井は僕ももう1枚ください。はい、500円。もう作るは先につけた。あ、そうですね。万引きやね。俺のやから万引きやね。防犯カメラがなかったんで。アメリカのカメラ。防犯カメラがなかったんで。万引きやね。俺のやから万引きやね。いい青だね。ケバビがこの青がいいんで。天気がすぐ乾く。ハイエースの時は冬にやったけどさ、もうなかなか乾かなくて結構苦労したよ。それ俺ちょうだい。バッキの犬みたいな。あ、いいっすね。こんな色入っちゃう。なんだろう。いや、これ嫁も見るから、この動画。マンガ太郎のチンチンちゃん、これ。チン勇気の。フジテレビ書いてあった。本当だ、フジテレビだ。フジテレビやな、これ。ひげ足りねえから。これ乾いたら、後の頃から。
早く乗った方がいいよ、マジで早く外らんと。やべ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 、早い今日向こうやばいな。これは俺こっち消すからいいよ。しちゃってるな。最悪じゃんこの感触。やばい、後ろ固まってきてる。やばいやばい、ちょっとちょっと。俺自分のギャグ早く消せって複雑なんですけど。おお、いいよな、翼さん。ほんとね、ドラえもんやね、これ黄色とピンク入ってほしい、マスキングで。お前ドラえもんで帰れやなあ。喋ってるやろ、俺がこれな。今日お前このまま帰れやって言って、そうなのなにドンキボビーとか言えこれな、お前。今遅い、そうなの来たな。竹、鍵穴も塗るけどいい？鍵入らなくなるけど。そうなの。今上手だったね。今上手だった。姿見えてない方が面白いっすね。そう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 。お前ちょっと一回そこ、ここに一回ドンキバビーや。ドンキバビー、ちょっと車隠れてる、ちょっと声だけちょうだい。竹、はい、見えてない方が面白い。やめますよ。できたらだけ、お前あの映ってるところでドンキャブやるな。なんか痛そうやな、こうやって見たらな。なんかラブワゴンみたいな。いや本当にマジラブワゴン。はい、マイノリのマスキングテープがピンクやから。言っていい？はい。失敗やな。いやちょっと待ってください。ああ竹。ああ竹。はい。やめろ。でも多分失敗する。いやちょっと。失敗やめだろ。でもそっちの方がいいやろ、竹井は。嬉しいやろ。はい、嬉しいって言わな。嬉しいと。大丈夫なのかな。洗脳されてくから俺。エアラさんはすぐ上に乗りたがるからな。すぐ乗りバラ。すぐ乗りバラ乗るや。竹井、イメージ通りなってんのか。今んとこ、ちょっとわかんない。あの、サビ。これはしょうがないですね。しょうがないよ。しょうがないよ。折れちゃった。大丈夫か。あ、こういうもんだった。よかった。折れちゃったかと思った。キツキツいわ。一人で何やってんの、ずっと。ずっと一人で何やってんの、マジで。一人で、ペッ、痛い。折れた。大丈夫か。あ、こういうもんだった。よかった。折れちゃったかと思った。あ、マジで。竹勘弁してくれ、マジで。こっちも白かなってこの思い出してきた。どうも。こっちも白じゃない？なんかゴムのところ。ああ、ここ乾いてからやろうか。そしたら、まあもう現場監督やから。やりながら決めていくからね。そういうもんなんだ、ね。外工務店そうよ。大体現場でな、だから喜ばれるもんな、アドリブでやってやるからな。もう俺らはもう言われたら、あ、はい、やりますよって。まさに大体でいいようなんですね。そう。はい。DDI、はい、DT です。今日武井さんだけじゃないですか。お前も行くよ、お前。お前なんか今日油断しとんな、お前な。今日武井だけしか行かん思ってるやろ。思ってました。そうなの。これすぐ押したいけど、僕もはい、ちょっと下がっちゃう。待って待って待って、めっちゃドラえもんですね。確かにこれ思った以上のマジでドラえもんやから。これだって下のを作りたいから、これがもし黒でいいって言ったんだったら、はい、めちゃくちゃ今テンション上がってると思う。武井、杉本君乗ってない。
この色味のやっぱドラえもんやから。あれ、どうされました？ちょっと下地塗ったんやけど、ちょっとテンション上がらんのよ。皆さん、上がってないですね。いや、ドラえもんやこれ。大体の想定はついとったよ。でもさ、ここまでドラえもんになるとは思わんかったから、ちょっとね、一回ちょっと現実逃避で飯行こうと思って、うん、いや俺らは黒のがええと思ってんのよ。言ってましたもんね、うん、まだ間に合う。こっから黒ペイン買って黒に塗り直すってのできるけど、あとはもうこいつ次第。もうこいつがどう言うか。まあまあもう行きましょう。これ超分かれ道。いや確かにドラえもんだなこれ。どう見ても乗ってきましたね。これマジで見てみ、これマジでこれが最高なのよ。シールあるんじゃ塗るんだ。うわすっげえ危なかった。ラスドラえもんしたわ。よし来た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 。完成。なんか新しいの出てきましたよ。アップで笑いかけたマジで。ちょ後輩のボビーもなんかそうなのみたいな感じで投げるときにボビーンって言うのよ。あ一緒やろ、なんかこいつらのノリ。ナンバー後ろも取っちゃった。こいつは後ろ取れない。そうなのだったわ。めちゃくちゃっすよ。タケイ側のカメラもめちゃくちゃいい。そうなのボビーン。そうなのボビーンってな。まだ待て、そういう人が撮ってんねん後に。そうなのボビーン。これ地獄のループ。これはもうちょっともうやめてよ。我慢してください。マジで本当に我慢してください。サブソンだけ映ってますよ。作り元とか、はい、ね、クーとか、作り原とか、はい、みんな名前あるけど、お前だけゲバビや。なんでさ、作る以外作るとかないね、はい、お前はゲバビ。自分のノリやだ。ハケがもうないんだよ。だから言ったやろ、ハケいっぱい買っとけって。お前もうこいつはケチっても買わんから。ケチ。ケチ。俺の仕様、俺さ、俺が作ったっていろんなものにちゃんと語ってやるのさ、その竹が浸透してないのにケチとか勝手にその自分でネーミングしていくのやめて。パクらんでなあ、ボビーな。そうやろ、はい、そうやろ。俺のそうやろにも反応してくれるの。あ、すごいね。こっち側に取り込まれんだよ。ねえ、こっち側に取り込まれんだよ。もうボビー俺のことすげえ。いや、そうなのやろ。